こんにちは。そっかじの久保です。今見ていただいている自民党の朝日健太郎さんですかね。堂々としたもんですよね。まあこの方には見えてるものも見えてないようです。目の不自由な方が頼りにする歩行路、つまり展示ブロックですけども、自分の勢力拡大のために、自分の主義主張のためにはそういう方はね、何とも思わないということですね。 特にこの日は雨が降ってるようで、目の不自由な方にとっては、非常にですね、歩きにくい、展示ブロックそのものが命だとも言えるような、そんなことが伺い知れるんですけども、そんなことを知ったこっちゃないっていうことですよね。まあこの方は、まさにね、もう目くらましと言ってもいいのかなと。目の見えない人は、もうね、あ私の選挙来なくていいよ、ということでも言いたいんでしょうか。それとも、 その朝日健太郎さんの朝日っていうのは朝鮮日報の略なんでしょうか一体何人なんでしょうかね うんまあ別にね、朝鮮の方をけなすわけではないですけども、こういった行動をとってる方が、まさにね、漢字そのものの品位を落とすような気がしてならないなと。こうやって手を挙げてる姿も、入るヒットラーって言ってるようにね、見えちゃったりするんではないかなと思いますけども、それは私だけでしょうか。この朝日健太郎さんって方は自民党から出てるらしいですけども、なんで自民党の方ってこういう風なひどい方ばかりなんですかね。まあ国民を奴隷化して、そしてニコニコしている。まさに笑顔ですね、今ね。 朝日健太郎さん、笑顔で、気分がいいですか楽しいですか下々の人を踏みつけにして、いいですね、と。まあ、田舎でお父さんお母さんはこういった姿を喜んでるんでしょうね。あ、展示ブロックを邪魔してるぞ、と。いいぞ、と。そういう風な政治家になりなさいよ、てかね、応援してるんですかね。いやー、本当にね、この人にね、投票をしたら、こんな世の中が来ますよ。皆さんそれでいいんでしょうか ね、自民党が私たちの不幸を全部作り出してますからね。自民党に投票する際は、自分のね、立場をどんどん悪くすることも込みだという意識で、 自民党と書いていただきたいと思います。まあ、嘘つき政党、自民党と言ってもいいですからね。あの、国民の命は何とも思ってないというね。そんなひどい奴らがこの国の与党でございます。公明党はそれにすり寄っている、えー、まあ、インチキ政党かなというところでございますけども、もしね、やっぱりこの展示ブロックに関して、いや、これはね、正当な理由があるんだよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひ、目の不自由な方を集めてお話しくださいたいと思いますけども、皆さんいかがでしょうか。それでは本日は以上です。